話聞かないのに。あ、待って、アロライ、コケコ、クチート。結構メンツ変わったね、電磁木がいない。そうなんですよ、今回。レントラがいるな、でも。同じ電気枠と言ってレントラがいる。物理電気。お前どうしよっかな。何、物理って言った今。言ってない。レントラ基本物理やね。まあね。まあまあまあ、どういうことか。どうしよう。いや、わかんないよ。ね。あー、で、こいつあんまり今、通りよくないし。わかんねえな。え、絶対最初は これでしょ。あ、こいつでも割と持ってるよ。うん、いや、もうプラン一番目は絶対あいつでしょ。これプラン B でいくわ。まあまあ、とりあえずなんで、わかんない、俺技構成わかんねえかな。見んなよ、てめえ見んなよ。で、どいつがいいんだよ、これは。これ選んだからね。いいな。俺、しばらく人前でポケットモンスター出したことないわ。封印してるよ、一人ポケットモンスター。何の話だよ。やっぱね、大人の世界だと難しくなってくるからよ、うん。もうね、君らのうちにね、やれることやっといた方がいいよ。コケコ。はい、コケコスタート。コケコ、久しぶりだな、コケコスタート。やべ。若干振り対面ですね、これまずいな。くー、そうくるか。でも振りとは言ってももうゴリ押しなんで。あー、でもな、そいつ確かあれだよね、あれなんだよな。そっか、やばいな。まあでも安全なやり方でいく。うん、しっかり。これで特殊？特殊を半減、特殊攻撃を半減。だからこいつリフストームを使えば使うほど強化されてくんだよね、そいつ。そうだよ。そこなんだよ、それが問題なんだよ。そこ分かる。あ、こいつ出したんだ。ヘビーじゃないみのあれが通りが悪いから。やばい。マジカル。もう力技でゴリ押しでぶち抜くしかない。ジャローだ。うわ、耐える。これどんどん火力上がってくんだよ、リフストーム。うん、あー、きついな、きついな、きついな、持ってくる、きついな。いや、もうこのまま。あー、そっか、コケコ早いしな。あー、あざっ。あ、でもいいや、いいや、これで落ちたのはいい。たまに落ちたか。危ない危ない、ギガドレンされるの全然よかった。ギフソの可能性もありました。まあね、うん、でも特攻2段、あれ、4段階上がってる。あ、いや、あ、待って。言っとくけど、これ早いからな、この電磁フィールド上では。あ、いいのか、いいのか、お前それ泥だを。あ、ずれしてるか。あ、はい、交換して、なんか時間稼ぐのが正解だったよ。アローラライ中軸でした、今回。ね、口、メガクチートを見せてからの。別にどうってことなんじゃない？どうってことないんじゃない？よし、任せろ。なるほど、メガ進化。直近を。なるほど。メガ進化を貴様も覚えたか。キーストーン。Z。Z 技だぜ。ちなみにこの技麻痺確定なんだって。100% 麻痺なんだって。初めてした。うん、え、じゃあだから十分なんだよ、これ技の性能として。え、強い。ライトニングサーフライド、専用技。しかもワンパン。すげえ。電磁フィールドの影響だ。フライゴン出したらやっぱでも電気の影響に切れたし。あ、とうとうなくなったけど、でもそれでももともと速いから、こいつ生こぼし。なるほど、厳しい。勝ったかな。倒せ。そうか、こっちあれでしょ、クチート来ると思って全然自信とか来て、自信技覚えてるやつがいないパティーンでしょ。いや、メタクロスは
あ、王じゃないか。メガドゥルス割と刺さったかも。そっか、刺さったはずなのが先行ワンパンだったと思う。ジャローダイがまず間違えてた。そうそうそう、はい、まあ普通にビリビリで俺もやろうかな。よし、アローラライチューを存分に活躍させることができたと。この前活躍できなかったけどね。そう、この前この前技使う前に落ちたりしたから。何よ、あれ出た。あ、もうガチ構成じゃんこれ。どうしようもないやつやな。ブルルイルシー、やばいやばいやばい、どうしようもないなこれ。どうしようもないな。え、これどうしようもないですけど、マジで。どうしたらいいか。やば。どうしたらいいか。これはないよな。これもないし。うん。それしかない。え、でもこことここは使うパーティング行くしかない、うん。こことここ使うパーティング行って、なんか残りのどうするかだな。残りは。残りは。マプテラはブルルが来る。そしてデバーキューバナは。何がいいんだろう、まあ、マンムーで殺されるのかな。そう、マンムーで落ちるから絶対ないな。ないで、コケコもマンムーで落ちる。で、うつろいでも岩だから。うーん、そっか、うーん、きついな、これ。そうすると、これあんま自信ない、こいつにしようかな。ちょっとこいつ、うん、そいつしかない。技どうだったっけ、フライフライフライ。やばいやばい。やばいな。いや、どの道ダメだったたまにも技構成変えたりするから、その試運転的な、うん、頼む。何、うわ、ブルル、これなんだっけ。ペロチュウ、これ全然わかんないな。あー、なるほど。ペロチュウ来た。ペロチュウ、グラスメーカー来た。いや、もうペロチュウしてる人はいいよね。多分結構俺早いと思うんだよ結構。俺は分かんないなって。こいつって物理アタッカーなのかどうかすらも分かんないんだけど。物理アタッカーだと思う。物理アタッカーだと思う。本当に？本当に？だってウッドホーンとかさ覚えてるよたまに。あ、本当。あ、やばい。ほら攻撃力半減じゃ。やけどで。ビビッキだ。ほら物理。でもまあ。うん、まあ化けの皮がたこ。好きでないんだよ。とりあえず先行取れるってこと。とりあえず先行取れるってことは分かった。いや、分かんない。同速の可能性があった。なんでピカチュウこんなになってんの。え、新しいポケモンこれ。ピカチュウじゃない。ピカチュウじゃないよこれ。ピカチュウのぬいぐるみに怨念が捨てられたね。ピカチュウのぬいぐるみがお化けになったみたいな。いやー、これ多分一発で持ってくんだよ。ほっ、ただ好きじゃん、ほら。え、これは別に。グラスメーカーで回復するんで。でもそっちも回復するから。うん、なるほど。でも今半減してるから攻撃は、うん。どうしよう。速さがあれだから、あれをやってきば。これやるか、これをかますか、どっちかなんだけど、うんうんうん、俺はこれを選ぶ。ですよね。まあそれしかない。あ、あ。なるほど、ワンテンポ崩してきたな。くしゃみはだー。あー、なるほど。あー、トリル、どうなるんだこれ。どっちが速いんだこれ。え、くしゃみはだ。くしゃみはだ、多分結構速さあるから、しっかり育ててるんであればこっちが先行取れる可能性ある、うん、さあ、どうだ。トリルによってね。トリルって4ターンだよな。先行取れたら嬉しいな。あ、え、いいんじゃない。いこれって呪いは効く。あ、呪いか。あ、なるほど。攻撃しか効く。あれでしょ、守れないでしょ。呪いは入るでしょ。うん。ね、呪いは勝てる。お、オッケー。バリアは飛んだ。やっぱよし、投げてるんだと思った。頭が死んでる。頭超湧いてる。うん、もうね、ずいぶんいい時間だからね。おーい、すげー。よしよしよし、これいいよ。加速。あ、加速。うわ、隠れ特性。隠れ特性。クソが。いいの持ってるね、ずるいよね。エープカも持ってずるいよね。加速。よし、こっからワンパン祭りだ。こっからワンパン祭りじゃ。ワンパン祭りだ。あ、なるほど。こっから普通に。しゃあ、行ってこい。あ、あ。やっぱ裏を返してくるね、これ。はい。あ、そっか、トリルの時間稼ぎをしたいの。時間稼ぎの後は、あの、そうですね。あ、もうこいつが必要ない。
かなって。焦げ子いないっす。焦げ子いなさそうなんだ。分かってる。敵は半減。やべ。普通にじゃれつくだったな。グラスメーカーで買いやば。じゃれつくはたまに外せんで。そう、そこは怖いんだよね。マジで怖いよね。で、やけど。やばい、これが一発で落とすだけど、次のターンで。草が。あ、まあ、まあまあまあ、まあ、まあ、これで安定なの、うん、ただどうなるかな。あ、これ取るな。オッケーオッケーオッケー。結果的に無傷で、ただトリル、トリルのターンを稼いで稼がれる。あとは不意打ち。あー、食われてる。あ、バレてる。不意打ち、不意打ち読まれてるとさ、不意打ち打ちにくいんだよ。なんか、うん、積んでくると不意打ちが外れるから。さあ、誰を出してくる。ギルガルド不意打ち搭載の。でもまだトリル影響だよね。トリル、トリル影響下だよね。あ、なるほど。あ、どうしようか。あ、あと一旦、あと一旦あるね。フチーズってそれさ、40ぐらいじゃない。確か50ぐらいで。でも俺相当鈍足にしてるんだけどな。あやー、これ迷うなー。さあ、シールドするか。不意打ちの竹が発生するから。うん、ここで俺が気合パンチ覚えてたらかっこいいんだけどな。ね、ああ、覚えてるって言っとけばよかった。そんな、そんな特殊なこと。うん、ああ、よかった、正解だった、結果的に。あ、回るのか。不意打ちじゃなかったから。あぶね。ああ、よかったよかった。で、これで、うん、なんか、おっと、おっ、これはこっちの方が早いの割とな、嫌なんだよな。きついな。ちょっと一発耐えそうな気もせんでもないんだよ。あー、わかんないわかんない。お、あ、入った、入る、入った、よし。さすがに、あ、不意打ちだったら逆に嬉しい。あー、え、なに、シールドフォルム中に投げてくれるんであれば。何が、ずっと技っていう、新しい、ずっと技、ちょっと長い。どうなる、バトルスイッチがずっと技になるんだ。オーストゼット、これどうしたらいいんだろう。俺手がめっちゃ出てきた。ゲームハンド、ワンパン、うわぁ。プチータへの打開策。はい、あ、500円、はい、ちょうどお預かりしました。見せてからやべえよ。はい、お菓子、ちょっと待って。プテーラー、俺おかしいことになってる。この、このプテラおかしいぞ。あれ、このプテラおかしい。あれ、なんかおかしい技覚えてる。なんで、なにこれ、なんでこれ、なんだこれ、わかんないわかんない。ダメだ、ダメだぞこれ。あのね、完全にプテラ間違った。完全にプテラ間違った。プテラ、あのね、いや多分あのアスレチックでレベル上げしてたら変な技覚えちゃってる。パティ、あれあれあれ、あ、岩流れか。ちょっともうなんか繊維失ってきたんだけど。これ今一つだもんね。目がひるむ可能性がある。そうだ、ひるむゲーにするんだ。おしおしおし、ひるむゲーだ、ひるむゲー、ひるむゲーで持ってく。しかも意外と目がしなかった。あれかも、もうあれが口だから、はいはいはい、ひるんだ、ひるんだ、バルスイッチ、ひるんでこ、ひるんでか、ラスだから落ちた、落ちたかな、行ったか。あれ、ました。いや、中盤は良かったよね。ちなみに何を覚えていた。フックロック、フリーウォール、岩なだり、ギガ、なんかギガインパクトだったね。素晴らしい。うん、なんでそれやったの。挑発とかで良かったの。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが爪を出たけど